はい、皆さんどうもこんにちは、こちらは現在ですハリウッド日曜日なんですね、はい、はい、日曜日なのにバン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 3本撮りをしようということで、ちょっと頑張ってみようと思います。コーヒータイムをしながら行きましょう、はい、まずはね、困った時に110番、はい、今回ねついに解散総選挙、あと北朝鮮問題、この2つね、炎上必死に動いてみたいと思います。もう北朝鮮の問題っていうのは本当は言いたいほどあって、これ言うとね、右翼の方も左翼の方にも言われたんですけど、敵だらけになっちゃうんだよ。でもね、真実ってなんじゃない、ね、受け入れるか受け入れないかね。僕なんかほらアメリカにいるから、アメリカが悪いんだけど、でも悪くて何がいけないのっていうのが俺の考え方で、まあね、はい、ということで真実ね、はい、テレビを見てるといい加減にね、さすがにバカな人多いなと思っちゃいます。てるよ、ね、はい、だから行ってみたいと思います。まず解散総選挙、はい、そして北朝鮮なんですね、行きましょう。じゃあ、今日もみゆちゃんね、お願いしますということで行きます、あと5秒ぐらいかな、うん、5秒、はい、5秒入ります、行きます。それでは皆さん、ちょっと炎上確保、困った時の110番、はい、ちょっとコーヒーズルズルやります。ズル110番、あ、美味しいな、うん、ね、日本からね、いただいたね、あ、フレンチバニラ美味しいね。あとこのお菓子、味噌せんべいこれもうまいですね、はい、ね、そういうのやりながら撮ってますけどね、まずね、北朝鮮問題のことをはっきり答えを言っておきたいんですけど、うん、まずね、歴史を見てください。昔の三国志とか、その昔の時代からね、朝鮮半島がどうだったかと、高句麗とか新羅とかそういうのがあった時代とか、朝鮮半島ってのはいろんな形で独立してながらも中国の異性化にあったんだよね、うん、それで基本的に言うと、朝鮮半島が言うのは朝鮮という国と南朝鮮という言い方をする。要するに南朝鮮の方が分かれた方で、正統は北朝鮮であると。これはアメリカとか日本とか一部のそういうさ反北朝鮮派以外の人間たちにしてみれば、北朝鮮がルーツは正しいんですよ、ね、そういうことを言えば、オリジナルので、例えば韓国が言ってるのなんてのはさ、全くさ、李朝鮮時代の時代まで戻って否定しない限りは、デタラメなことばかりだってことだから。韓国サッカーも韓国が発祥なんでしょ、うん、ピザも韓国発祥なんでしょ、まあ、よく言ってたね。でもマルコポーロはそこまで言ってねっていう話なんだけど、国だから、ね、それでね、まあ、この話をパッパッと終わらせちゃいたいんだけど、だから北朝鮮の方が朝鮮半島は正統であって、ね、でそれは韓国の人間たちもよく分かってることだから、ムン・ジェインは北朝鮮とともにそれを、うん、要するに、ね、統一することを考えてるんだよ、うん、それが一番分かりやすいから、はいはいはい、だから経済は韓国の方がいいんだけど、朝鮮半島としては経済的にはね、両方協力して核を持てる国になれるわけだから一番いいわけだ、うん、で朝鮮半島はアメリカを、朝鮮半島がだよ、うん、韓国もアメリカを排除したい、うん、独立の国になりたい、うんうん、それは言いたい。ただね、戦後のいろんな関係上とかアメリカの力強さでそれができない、うんうん、もっと言うんだったら朝鮮半島はアメリカを恨んでることも事実なんだよ、うん、でこれはまずね、絶対条件としてジャイアンだから仕方ない。でね、これを言うともっと長くなっちゃうから、はい、本当に朝鮮半島の話とか北朝鮮の話、北朝鮮は、日本とどうかっていうことを考えると、日本はその朝鮮半島に昔、うん、それこそもう相当昔だよね、豊臣秀吉の時代から、うん、要するに占領とかいろいろやったことは事実なんだよ、うんね、で捏造して後にね、例えばいろんなことを言った、要するに、慰安婦問題とかあれって全部捏造は韓国だよね、うん、だから、うん、そんな歴史の中で朝鮮半島に対していろんなことをしたことは事実で、うん、昔はね、あの時代満州とかそこら辺で金王朝っていう王朝があって、うん、それでまた月氏族、うん、まあ、簡単に言うと満州族とか月氏、そして朝鮮族が治めてた国なの、あそこはもともと。それが日中戦争とかいろんな関係上から、最終的には戦争が終わった時に日本に分割されてしまって、で日本は良いこともいっぱいありました、うん、だけど悪いこともやったことも事実だ、それは認めようよ、うん、ね、だって全ての国がね、全て日本がさ、いい国でよくやったってことはないから、現実的に俺、うん、あそこら辺の半島で俺の知り合いのじいさんがさ、うん、妊婦の腹蹴ってあれしたとかいう話いっぱい本人たちからも聞いてるし、うん、日本人が何やったかってことを全部報告も受けてますね、うん、でやっぱりさ、言ってない人に何言っても分かんないじゃない、うん、それを俺はっきり言いたいんだな、体験した人、うん、だから俺が言ったってことは言えないんだけど、だから、うん、言っちゃってるけどさ、まあ、だからそういう取材をした上で全部話してる人たちがいないの、日本にはね。そうだね、これが残念だね、やっぱみんなテレビの脅威だからな、うん、そう、それで、変な話だけど、北朝鮮の人たちに聞いてください、うんね、個人個人に、本当ね、日本にいてさ、そのいじめ抜いたさ、そういう朝鮮総連の人じゃなくて、朝鮮の半島の人じゃ、日本と要するに経済協力とかいろいろしたいと、うん、で日本に対してね、必ず言うことは、うん、慰安婦像とかそういうのは作るべきじゃないとね、うん、要するに日本と北朝鮮は、朝鮮半島は、うん、統一できて仲良くできる、統一じゃないけど仲良くできるという形の考え方を持ってます、うん、人物すごくいいし、礼儀正しいし、うん、勤勉だし、韓国の人間と大違いです、うん、付き合うと分かる、韓国の人間と大違いです、もうね、うん、はい、まあ、それまでがね、北朝鮮の話で、うん、これもまたやりますけど、どっかで。さあ、総選挙ですよ、はい、ね、
これ大義なくてバカなこと言ってさ、民進党がね、うん、お前らが解散しろって言ったのに、そうだよね、解散するって言ったこのさ、なんで俺たちが不利な時に解散するんだみたいなこと言ってんじゃん、うん、でこれね、自民党が勝つか負けるかっていう話なんだけど、うん、やっぱ勝つよね、勝ってほしい、これね、自民党が負けたら日本の国はね、おかしくなる。なぜかって言ったら、どこに他の人入れるの、投票率下がるだけでしょ、ああ民進党だめし入れるとこないんだって行かないだけでしょ、うん、投票率下がれば自民党が強いに決まってるんだよ、うん、自民党に入れる人はもう決まってるから、うん、だから民進党に入れた人間どうすんのよ、ね、うん、小池塾なんてそんなどれだけ混立できるのかっていうことを考えたら無理なんだから、うん、これ考えたら自民党は勝つに決まってるんだよ、うん、で問題結構改正をしなきゃダメなのね、ちょっとまたずるずる飲みます、うん、だってさ、このままでいいわけがなくてさ、そんな70年前に作られたのをいまだにさ、使ってるのに、そうそうそう、うん、だから要するにね、核を持つ持たない話なんだけど、北野武がね、持つべきだと、そろそろ日本も、うん、だから絶対に核を持たないという前提で話してる日本がおかしいわけで、核は絶対悪いと言っても前提がおかしいんだって、うん、世界中がそうなってる時に日本はどうやって守るの、憲法9条を旗に書いて、うん、ほれほれほれってやるの、おつむ点々でしょ、こんなやつら。だっていまだに石炭でさえやってるみたいもんだよね。そうそう、だからみんな iPhone 使ってありえないんだよ。だからそういうこと、竹槍部隊で一応総火の玉で全滅した日本ね、うん、あれを考えなきゃいけないでしょ。だって相手は関係なく使ってくんだし、うん、それでね、もちろん朝鮮半島はお金請求してるよ、南も北も、うん、だから日本はそれに対してさ、核をちらつかせるので、なんで答えなきゃいけないか考えたら、うん、核シェアリングでも何でもいいからやるしかないよ、うん、ね、態度ははっきりする、でもちろん空母を作って爆撃作らざるを得ないってことは分からない、自分たちも装備するよっていうのを考えなしに、だから世界の情勢にさ、よく考えた上でさ、法律も何もやらないと、ただ平和主義っていうさ、ね、頭がおてんての人たちいるじゃないか、ね、だから憲法9条持ってれば人は攻めてこないんだよとかさ、対話による戦争何のお話をするの、うん、昔のしかあるところに北朝鮮朝鮮と日本がありました、おじいさんとおばあさんみたいなさ話をするんですかってことを言いたいと思わない、うん、だったらやってくれよって感じだよね、うん、だから日本だけやっぱりボケてるのは、世界中俺76カ国旅してよくわかります、うん、ね、だから平和って言葉を全くね、悪いことだっていうふうに言ってる国があることね、うん、平和っていう言葉ほど悪い言葉がないと言ってるイスラムね、うん、だってさ、うん、平和を的なことしようとしてさ、インディアンって滅ぼされて国取られちゃった、みんなそうだよ、だってインカ帝国なんだそうだよ、みんなね、そう平和ってこと主張してたらそうなっちゃったから、うん、やっぱり戦うときは守るときはそう、うん、でほら昔さ、なんかインドネシアにさ、日本の軍が行ってさ、うん、平和っていうのは勝ち取らなきゃいけないんだって言って教えたんだよ、ね、昔の日本の人が、うん、それは今の私たちが分からないっていう、そうだそう、よくあなたも分かってますね、それね、それがね、もっと考え直さなきゃいけなくて、うん、平和は勝ち取るんだからね、終わったのさ、イランがミサイルのね、うん、あれ開発の実験をやってると、ね、これが面白いんだよ、うん、北朝鮮とイランが両方だと、アメリカはイランは攻撃しやすいよね、うん、だって核持ってないんだから、うん、そうでしょ、で反撃能力がないんだからさ、ね、その時に北朝鮮は、ああやっぱりよかった、俺たち核持っててなるじゃない、でアメリカ絶対できないんだからさ、うん、で同盟国すごく多いでしょ、イランは、うん、あイランじゃない、北朝鮮はね、うん、だから当たり前なのよ、でみんなアメリカが嫌いなの、俺の住んでいる俺たちの大好きなアメリカのこと嫌いなの、うん、だから俺たちどうかって同等じゃない、日本とアメリカ人なんだから、うん、別に嫌われたっていいでしょと、うん、アメリカを中心に、日本を中心に法律を作ってほしいってだけのことだよ、うん、だから俺たちは基本はそこにあるから、ね、悪者かもしれないんだよ、うん、でも構わないんだよ、けど基本がここだから仕方ないな、そうそうそう、ない、だけど世界はアメリカは嫌いです、日本のことをだらしない国だと思ってることも事実、そうか、ね、だからそこは分かんない、韓国もだから韓国もそう、みんなね、アメリカも日本もみんなだらしないと思ってダメな国だと思われてる、うん、だけど北朝鮮は勤勉な素晴らしい国だと思われてることを、うん、世界に出てインタビューして知ってください、うん、本当にみんな知らないだけだからといって、俺は北朝鮮を認めるわけではないんだけど、うん、そういう事実に踏まえた上で、猪木が包丁した時、猪木が言って何になるとさ、言って話ができるの猪木だけじゃん、そうだ ね、うん、だから小泉さんがやったことを俺の大好きな安倍さんが台無しにしたことも事実なんだよ、うん、ね、これ前も話したけど、かった、そう、小泉包丁でいろいろ平壌宣言やって拉致会社一時帰国やったのに、そのまま返さないで、うん、拉致したが悪いっていうのはさ、もう北朝韓国の、ね、仏像は昔うちのもんだってこと同じ考え方だよ、うん、ね、だから日本は悪い、それでも悪いことを言ってても俺たち日本人だから日本を守る、うん、それでいいじゃん、うん、普通に、うん、しょうがない ね、 そうね、でもまあそういうことをね言ってね、ちょっとストレス発散したいだけで血圧上がりましたってことで、うん、まあね、だから本当に選挙も含めてそうなんだけど、うん、ちょっと考えなきゃいけない、ね、自民党圧勝でいいんです、ね、受け皿いらない、なるべきだと思う、うん、まずそれで憲法改正しちゃいましょう、今の自民党だったらいいですからね、うん、安倍さんは北朝鮮だけはダメだけど、あとはなんとか成功しましたね、海外でさ、一票とか
こっちから投票できるんです、ね、まあそれもありますね、うん、はい、ということでまた来週ってことで行ってみたいと思います。それではさようなら、はい、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。